岡本駅は、香川県高松市岡本町にある、高松琴平電気鉄道琴平線の駅である。駅番号は、K10。かつては、有人駅で駅前に、琴電経営の遊園地があった時期もある。また、準急列車も停車し、折り返し列車まで設定された、中核駅であったが、現在、準急列車は廃止され、同駅折り返し列車もない。昨今、 経営改善の一環として、駅員配置時間の短縮の後、無人化された。無人駅ではあるが、途中下車指定駅である。最近、無人化による監視者不足からか、以下簡易改札機や自動券売機への悪質な、いたずらが多発したため、監視カメラが設けられた。相対式2面2線の地上駅。ことの駅では珍しく列車は、右側通行で駅に侵入する。なお、 二番線には、上り方面側にも、出発信号機が設置されている。これは、過去に、岡本折り返し列車が存在した名残である。ちなみに、現在も、普通山岡本間で試運転列車が運転される、ことがあり、用途廃止は行われていない。当駅には、広いロータリーがあるが、これはかつて路線バスがここで折り返していたためである。ここから、 当時の綾上町にも路線が伸びていたが、現在はことでバスの路線はすべて廃止され、国分寺町コミュニティバスと綾川町 A バスが発着している。便所は、駅本屋を出た駅前ロータリーにある。かつては組取式であったが、現在は推薦化されている。2001年には、1日あたり1091人の利用者数があったが、2018年には851人。 日の利用まで減少している。ありがとうございます。